もともとは漠然と大きく書きたいなっていうの、大きいのを書きたいなっていう意思はありましたけどね。まあ、この現場に立って大きく書かなきゃつまんないんですよね。で、大きく書くと今度はですね、実に面白いことに、これ縦にですね、十分割したとしますね。その一つずつが全部描けるんですよ、絵として。だから10枚分、20枚分の絵がこの中に入っちゃってる感じになるんですけれど、その場に、この場に立って実際の景色の大きさがそのまま見えるようなサイズに描きたいと。ただし、大きいのを描きたいっていうのは、まあ、いろんなそういうこともあるんですけど、今度はで、このサイズのカラーコピーを紙でずっとつないで貼り合わせて、ここへ持ってきて、沖正夫さんと館長に見ていただいて許可をもらったんですけど、初めちょっと呆れてまして 沖さんが で、館長が入るのかなと思ったっておっしゃってましたけど、僕も入る、美術館天井高かったと思って入るに決まってると思ってたんですけど、これ3等分したのは、その3等分した1枚が僕のアトリエに入るギリギリのサイズなんですね。で、こういうサイズになったんですけど、もうアトリエに本当は搬入搬出口っていうか大きなドアをつけたかったんですけど、予算がなくてそれ潰されちゃったんで、ガレージの方からこう苦労して出し入れするんですけど、つなげた状態アトリエでちょっと無理なんですね。不可能ではないですけど、でもつなげてやるとですね、まあ、現実に言いますととても間に合わないと思って、で、最後は今年4月から丸々10月まで大畑君っていう、ここに作品が入ってる画家がいますけど、大畑君に助っ人を頼んだんですよ。で、僕が描いてるのは1枚はイーゼルが乗っかるもんですから、で、乗っかったイーゼルで上がったり下がったりできます、絵のところがね。だから座ったままで全部描けるわけですけど、あとは壁に立てかけてあるんで、なんていうの、足場を作ってもらわなきゃいけないんで、建築現場と同じように2段の足場を作って、そこに座って描いてもらったんですよ。それだ、その下書きだけで4、5、6、7、8、9、10、7ヶ月かかってますね。だから、まあ正直大変でした。くたびれました。で、ヘルニアでしょ、首が。ゴキンゴキン言ってるし、首が上がらない時あるんですけど、それと、なんていうか、座骨神経痛みたいな、みんなやってますけど、でも痛くて車椅子になってる人結構いる。それ僕も今やってるんですけどね。車椅子は使ってませんけど、痛み止めいっぱい飲んでます。それで書くんでね、しんどかったですね。実際はうんと明るいんですよ、もっと。僕はちょっと暗めにしました。なんでね、そうなっちまったかっていうとね、2、3年前に沖美術館とバルセロナのスペインの美術館と
なんだかありましたよね、あの交流展。その時にバルセロナ行って、いつもねマドリードはよく行ってたし、バルセロナも行ったことあるんですけど、外国行っても空見ることってなかったんですけど、なんだか空を見たら本当に青く濃い青で、赤が混じったすごい色ですよね。だから空間がただ抜けてる、日本だとパーンと抜けて見えるんですが、向こうのはある粒子があって、その粒子の先にずっと無限に向こうに行く感じがしたんですけどね。で、ああいう空いいなっていうのが頭の中にどうしてもあって、日本の空はもっと明るくて、まあ、下の方が淡く黄色みを帯びてきますよね、白みで。真上に来ると、まあ、相当青いですよ。で、真上の青さっていうのは、ちょうど湖に、これは沼ですよね。あれ、5メーターより浅いのが沼なんだそうですね。だからこれはすごい浅い沼です。だからあの水星のあの三ヶ島がいっぱい根を張ってるんですね。まあその空はですね、なんかそれがあったのと、ただ白っぽいのが気に食わなくて、少し濃くしちゃったんです。だから下のあの湖じゃなくて沼の水面も、まあ、真上の空が映るんで、でも真上になると相当青いことは青いですけど、もっと濃いめになりますよね。全体にちょっと濃い色でも、まあそんなにおかしくないでしょ。もう一つ、これはあのさっきもちょっと言いましたけど、縦に十分割したら十分割全部円になりますし、こう電池でこういろいろにこう切ってやっても、つまりね、この絵全体見てもお分かりになるんで、主題っていうのは特に主人公はいないんですよね。で、全部主役っていうか、だから画面どこ撮ってもトーカチの強さが持てるっていうかな、持たせられるし持ってるっていうか、そういうこう絵なんですね。まあ中心がない絵って言えますかね。だから その辺はだいぶ意識してます。で、途中歩いてくるところにいたっていうか、咲いてた花とか、それから花にはあのハエが止まってたり、ハチが止まってたりするんですけど、それも全部描きたくて、それはあの一番左端からあの、遊歩道がつだこう入ってくるわけですけど、一番こう岸に近い、左端にはそういうものが植わっててもおかしくないんで、それを左端に持ってきて、でそこにトンボのつがいやら、糸トンボのつがいやら、抜け殻やら、それから蜂が、エゾキスゲには止まってますけど、わざわざ止まってるエゾキスゲをあの描いたんですけどね。で今ハエはまだ描いてないんですけど、今度来た時に描き込もうと思ってます。あと糸トンボを飛ばしたいです。難しいですけどね。だあの死ぬまで来させてもらおうかなと、で加湿させてもらおうかなと、で許可はもらってます